皆さんこんにちは、うぷ主のセブンです。皆さんこんにちは、お久しぶりのホワイトカルです。さて、我々は現在千葉県松戸市の松戸駅に来ているのですが、今回の動画は関東の準大手私鉄新京成電鉄に乗る動画となります。新京成って確か来年の4月1日に京成電鉄と合併するんでしたよね。そうです。なので早いうちに乗っておこうということで今回動画にします。ちなみに新京成はこちらの路線図を見てもらえればわかるんですが、カーブがとても多いんですね。なんでこんなにカーブが多いんですか？それはまた後で解説していきます。それではそろそろ切符を購入しに行きましょうか。まず運賃表をちょっと見てきましょうか。まず初乗り運賃が170円で、それから190円、210円、230円、260円で、終点の建設さのままでは280円と安いですね。ほんで直通先の千葉中央までは560円ですね。ほい、切符を購入しました。それじゃ改札入ります。あ、ちょうど乗車電がいましたね。それじゃこれで京成津田沼まで乗ってきます。ちなみに今回の乗車電はこちらの N800 型になります。こちらの車両は京成の3000型をベースとした車両ですね。ちなみに松戸駅からは京成津田沼駅と千葉中央駅が交互に出てますよ。あのセブンさん、あそこはなぜホームが延長されているのですか？ああ、あれは新京成が8両で運用されていた頃の名残ですね。新京成はもともと8両編成が主体で、その中に一部6両編成がいるって形態だったんですが、2014年に6両編成に統一されて、余剰となった2両分のホームは使われなくなりました。まあこれは松戸駅だけでなく、新京成のほとんどの駅がそうなんですがね。そうだったんですね。冒頭で言ってましたが、新京成はなぜカーブが多いんですか？カーブが多い理由は、新京成の歴史が関係しているんですよ。そもそも新京成って、もともとは旧陸軍の演習用路線だったんですよ。それとどう関係してるんですか？まず演習用ということで、普通にまっすぐ通しても意味がないということで、くねらせたという考察もあります。あと現在のこの新京成の線路は、旅客専用にカーブを緩やかにしている部分もあるので、軍事演習線時代の頃は今よりも曲がりくねっていたそうです。今の時点でも十分曲がりくねってるのに、軍事演習線時代はもっと曲がりくねっていたんですね。ここは JR 武蔵野線との乗り換え駅、矢柱駅です。ちなみに武蔵野線の場合、読み方は矢柱ではなく、矢柱なんですね。なんで新京成と JR で読み方違うんですかね？さあ？はい、場所は変わってここは椚山駅。新京成の車庫と本社がある駅です。はい、椚山駅を出発すれば、車庫はもうすぐそこにあります。まずは N800 型がお出迎えしてくれましたね。そして車庫の中には8800型がいましたね。そしてまた8800型がいて、奥に行く8800型は廃車待ちですかね。あと復刻塗装の N800 型もいましたね。今日は運用についてないようです。残念です。はい、北初富から初富まではこのように高架線を走ります。そして左側にある高架橋は北総線のものです。ここから新鎌ヶ谷駅までは北総線と並走します。そして北総線は前に動画でやってますので、よろしければそちらもご視聴ください。さて、北初富駅を出発すれば次の新鎌ヶ谷駅はもう目と鼻の先にあります。ちなみに新京成のこの高架はまず2017年10月21日に下り線が高架化され、2019年12月1日に上り線が高架化され、上下線ともに高架化が完了しました。あ、同時開通じゃないんですね。はい、北初富からわずか1分でお隣の新鎌ヶ谷駅に到着です。この駅では東武アーバンパークライン、北総線、成田スカイアクセス線と乗り換えができます。
さて、列車は新鎌ヶ谷駅を出発してすぐに神経線の中でも特にきついカーブを曲がります。こちらの地図を見てもらえればわかると思いますが、ほぼ半周してる感じです。ものすごいヘアピンカーブですね。こんなにも急なヘアピンカーブなら複数のレフトできるんじゃないですか。現実世界じゃ無理だわ。はい、そんな急カーブを越えれば初富駅まではしばらく直線が続きます。はい、初富駅に到着しました。反対側からは8800型が入線してきましたね。そして初富駅を発車すれば高架区間から地上区間に戻ります。はい、ここは東洋高速鉄道との乗り換え駅、北奈良市の駅です。ちなみに北奈良市の駅は奈良市のとついてますが、奈良市の市ではなく船橋市にあるんですよ。一見の前詐欺じゃんって思うかもしれませんが、一応奈良市の台という場所にあるので、一応名前詐欺というわけではないそうですね。ちなみにお隣の奈良市の駅も奈良市の市ではなく船橋市にあります。さて、新千田沼駅に近づいてくるとまた急なカーブを曲がります。こちらも地図を見てもらえればわかりますが、かなり曲がりくねっています。いや、随分な筋カーブですね。やっとこれ伏線ドリフトできそうです。だから現実世界が無理だって。ちなみに乗ってみればわかりますが、カーブを曲がっている時は車体が大きく傾きます。さて、そんな急カーブを越えて新津田沼駅に到着です。この駅では総武線と乗り換えができます。ただし、ここから総武線の津田沼駅までは少し歩きましたね。さて、新津田沼駅を発車すれば伏線区間はここで終わり、ここから単線区間になります。いや、でも片側線路ありますよ。あの線路は新津田沼止まりの車両が折り返しの時に使う引き上げ線です。まあ新津田沼で折り返す運用は朝ラッシュの時だけですがね。ちなみにこの橋の下は総武線が通ってます。運が良ければ新京成と総武線が交差しているシーンも見えますよ。でカーブを越えたと思ったらまたカーブかい。それが新京成という路線です。お、京成線の線路が見えてきましたね。ちょうど京成北沼駅には京成の3000型と、先ほど松戸駅で見送った8900型が光ってましたね。ちなみに今乗ってるこの車両は京成に直通して千葉中央まで行きますが、僕らは京成津田沼までの運賃しか払ってないので、今回はここで降ります。おい、ハトカス危ねえよ。いや、いい方。ほい、京成津田沼到着。はい、これにて新京成線を勘定しました。でも来年には京成と合併して新京成なくなっちゃうんですね。そうですね。それにより関東から順大手私鉄が消滅することになります。なんだか寂しいですね。まあでも決まってしまったものは仕方ないので、沿線民の方も今のうちにたくさん取ったり乗ったりしてくださいね。さて、それでは見送っていきましょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今動画の撮影が終わって京成津田沼駅で撮影してたんですが、なんと、新京成8800型の復刻塗装に遭遇しました。マジですか？ちなみにこの復刻塗装は何本いるんですか？この8808編成1本だけです。なんかラッシャーってちゃったよ、この人。なんか最近の鉄道旅、毎回1回は必ずラッシャーに遭遇してません？まあ僕の普段の行いがいいからですね。調子のない。すみませんでした。あ、それだけです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。